はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまたおすすめの注目ゲームの情報を紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら。ワールドウォーズ D に大型アップデート新要素を解説ということでね、前回の動画でも言ったようにワールドウォー Z に大型アップデートがやってきたということで、今日はその新要素をねちょっと紹介していきたいなと思います。で、このワールドウォー Z を知らない方いないと思うんだけれども、10分間に1000体近いねゾンビを撃ちまくれる爽快なねコープシューターということになります。で、 PC 版がしばらく日本語化されてなかったんだけれども、前回のアップデートで日本語化されて、今回のアップデートで Xbox 版も日本語化されたということで、全プラットフォーム日本語対応という感じになりました。で、今回のアップデートでは新スキルがなんと30個以上も追加されていて、あとは武器のパーク、武器にパークをつけていろいろビルドを組めるんだけれども、武器のパークが追加されたり、あとはミューテーターとかが新しいのを追加されて、新チャレンジとかが多数追加されたということになります。で、こんな感じでね、うちのチャンネルでは海外のゲーム情報とか新作のゲーム情報とかね詳しく突っ込んで紹介したりしておりますので、もしちょっとでもね参考になったという方いたら、チャンネル登録とか高評価の方よろしくお願いいたします。いや、ワールドウォー Z ね、ここに来てまたアップデート追加ということなんだけど、今回のアップデートも結構大きくて、レベリングとかね結構しないといけないかなって感じなんですよね。ではですね、まずパッチノートの方からちょっとチェックしていきたいなと思います。で、公式の方にパッチノートって出ていて、まあ新しいミューテーターがホードモードに追加されましたということなんですよね。でも私ホードモードあんまやってないのであまり興味はないかなって感じなんだけれども、まあ、ホードモードやってる方にはこんなミューテーターが追加されたよという感じです。で、大きいのがやっぱこれですよね。武器のパークが9種類追加されたということなんだけれども、まあコンバットショットガンとか、あとはバトルライフルとか、あとはリピーティングライフルとかにエレクトリックショットですよね、電気ショックの弾を出せるみたいな、なんかそんなパークも追加されてたり、あとはスポーティングカービンとか、あとは小型ショットガン、コンパクトショットガンとか、これだね、アサルトショットガンにも追加されているんだけれども、まあもうこの後詳しくもうちょっと見てみたいなと思うんだけど、私はいまいちかなって感じでしたね。どのパークもどれもいまいちかなみたいな感じだったんだけども、あ、でもアサルトカービンにも追加されてたんだけど、アサルトカービンのパークはちょっと興味があったかなって感じだね。あとは SMG にも追加されたりしているんだけれども、基本面白そうなパークは新しく追加されたマップのドキュメントを全部集めないといけないとか、なんかそんな感じだったので、簡単にはアンロックできないみたいな感じでしたね。で、他にもいろいろ追加されていて、4ニュープレステージパークがオールクラスに追加されたとかね、これがすごい数のレベル上げしないといけないって感じになってるんだけど、まあそれはそれで面白いかなって感じだよね。あとは日本語が Xbox にも追加されたよとか、あとはモニター、 PC 版でモニターに21対9と16対10が入ったよとかあるという感じだね。あとはジェネラルの、まあ、フィックスだよね。バグフィックスで目立ったものはないかなって感じなんだけど、フェニックスのマップでボマーが爆発するのがどうのこうのみたいのとか、あとはサプライバックをショットガンで壊せちゃうみたいのがあったらしいんだけど、それを直したよとか、そういうのがあるみたいです。まあ、やっぱ一番大きいのはプレステージパークの追加ですよね。一クラスに4個ずつ追加されたんだけど、レベル一周させるのに30レベル上げないといけないんですね。その30レベル上げてレベル1に戻して、プレステージが1上がってそのスキルが解放されるってことなので、4周させないとその4個が解放されないみたいな感じになってるんですよね。だこれがでも結構強力なのがあったりするので、まあ、次はねプレステージパークどんなのがあるかというのをね紹介していきたいなと思います。で、プレステージを5まで上げてたら青枠がつくんだけれども、それよりさらに上げるとこの赤枠がつくようになったということですよね。これなんかヘルダイバース通貨よみたいな感じの枠になってるんだけど、本来この青い枠で止まってたんだけど、これが最大って意味だったんだけど、この上ができたということですよね。で、この赤枠はどうもプレステージ6まで上げたらつくみたいで、それ以上上げたからって何か変わるのかわからないという感じですね。まあもしかしたら変わるのかもしれないけど、上げた方いたらね、ぜひコメント欄で教えてください。で、私エクスタミネーターだけフライングしてレベル上げしてたんだけれども、こんな感じでやっぱり下についたね、下に3段目がついて、この赤いのがプレステージのパークなんだけど、固定パークということで、6に上げたらこの最初の1個がアンロックされたって感じですね。英語じゃないと訳がおかしかったりするので、ちょっと英語で内容は見ていきたいなと思うんだけど、まあ炎の耐性がパーティー全員上がるよとか、あとはバーブドワイヤーでもっとキルできるようになるよとか、あとはモロトフ火炎瓶を投げる距離が上がるよとかですよね。エクスタミネーターの場合だけど、だこれはクレイモアの場合はあんま関係ないってことになるのかな。あとはオールディフェンスキットが強化されるよみたいのがあるので、
だからエクスターミネーターがいるだけでさらにパーティーが強くなるっていうのがまたさらに強化されるってことだよね。で例えばガンスリーガーだとプレイステージ5までだとこの一番下の最初しか見れないんだけど、ここでその名声ランクを購入っていう右のやつをクリックすると下に全部表示されるようになるという感じです。で私エクスターミネーター以外まだ5で止めているので、念のためね、念のため何かあってもいいようにって感じなんだけど、あただこれを買ってしまうとそのセットしてたビルドが 1,2,3 個セーブできるんだけど、これが全部リセットされてしまうので、もしビルドを覚えてたいという方はスマホかなんかで写真を一回撮っとくといいかなという感じです。でまあ買ってしまうとレベルが1に戻って下の3列目がアンロックされるよってことですよね。でまたレベル30まで上げて一番右までアンロックしてって、そのさっきのプレステージを購入するってやつをやると、この2つ目がアンロックされるということになります。でまあガンスリンガーの場合はあれだね、紹介されていたマシンガン、固定のマシンガンを撃ち終わった後に、まあ、マシンガンを新しくもらえるって意味なのか、それともそのマシンガンまた使えるようになるって意味なのか分かんないけど、また使えるということみたいでね、 10% のチャンスで。でハンドリング、プライマリーとセコンダリーのハンドリング、反動が少なくなるよっていうのがあって、で一番最後はプレステージ9を多分アンロックするとあれだね、スイッチ、プライマリーとセコンダリーの武器の持ち替え速度が 25% 速くなると。ただ他にもこのパークあるので 1.5 倍以上にはならないということみたいですね。でヘルレイザーの方も同じように4種類追加される。どれも見てみたけれども、かなり4つアンロックすると強くなる印象があるので、またね全部プレステージ9ぐらいまで回すとすごい強いクラスになるんじゃないかなという印象ですね。まあ、個人的に気になったのはドローンマスターですね。ドローンマスターになんか近くのタレットを自動でリロードするみたいのがあって、これすごい便利だろみたいのがあったりしたので、これは早く上げたいなという感じでしたね。まあ、新パークについてとか、あとはビルドとかについてもね、ノートの方でまとめておりますので、もしまだチェックしてないという方はぜひね、概要欄のリンクからノートの方を参考にしてみてください。あとはレベリング、レベル上げの方法も結構簡単なのがありますので、それもね、よかったらチェックしてみてください。ではですね、武器パークの方をちょっと見てみたいなと思うんだけど、やっぱり来ましたね。ヘビーピストル、デザートイーグルに新スキンがあるということなんだけど、何をどうするとアンロックされるかわからないんだけれども、まあ多分ドキュメントを、新マップのドキュメント全部集めるととか、なんかそんな条件を達成すると、このデザートイーグル、ヘビーピストルの新しい金色のスキンがアンロックされそうだよということだよね。もしね、この条件知ってる人いたら、ぜひコメント欄で教えてください。でアサルトショットガンでね、現状最強武器と言われてるんだけど、これに新しいパークがあるということでチェックしてみると、まあ武器のダメージが 25% アップするよと。で3体以上のゾンビが近くにいた場合ということなので、まあ接近戦になった時に攻撃力が上がるってことなんだけど、このカスタムマグ2でマガジンを10個上げられるんですね。これをなんか削ってまで攻撃量が上げる意味がどこまであるかなという感じだよね。まあ、対ジャガーノート用ってことなんだろうね。対ジャガーノートで苦戦してる人はこの攻撃量が上げるっていう方向に行った方がいいのかもしれません。私は弾数多い方がいいかなって感じなんだけどね。でバトルライフルにもキャンパーっていうのが追加されてて、まあ、ダメージが 1.2 倍になるけど、2倍になってハンドリングも 35% 上がるってことなんだけど、これも他のパークとどうするかなって感じですよね。私の場合はまあ狙撃できるようにしてるんだけど、これを使うのね、スポーティングカービン使った方がいいかなみたいな構成になっているので、スポーティングカービンがかなり強くなってるんですよね。だからまあバトルライフルはフルオートにして近距離の連射武器にしちゃうっていうのもいいとは思うけどね、貫通力にの。でもそれよりも他の武器が強くなっちゃっているので、でこのキャンパーっていう新パークがついたからといって、これがまた最強武器に舞い戻ってくるっていう感じではないんですよね。でアサルトカービン、これちょっと興味があるんだけど、ゾンビをキルすると 0.5% ダメージが上がると。で 25% までスタックできるということなので、ババババババって撃つ武器なんだけど、これでゾンビをやっつけていくと攻撃力 1.25 倍になるということなので、まあだいたい3上がったとしても14ぐらいまで上がるってことなんですよ。これ結構攻撃力高いなということなので、まあこれで攻撃力上げて武器を持ち替えなければその攻撃力でリロードしても撃てるってことになると思うので、
まあ、ジャガーノートとかですよね。ジャガーノートとか硬い敵が出てきた時これで撃ち続けていれば、まあ、周りの雑魚を倒したりしながら撃っていればかなりの攻撃力で倒すことができるということになるとは思います。でもこれもね、アキュレシー、精度、あのサイトがちっちゃくなるってやつを私は好きで使ってるんだけど、ヘッドショット遠くの敵に入れやすくなるんですよね、かなり。だからそれを犠牲にして攻撃力を上げるかっていう話になるんだけどね。まあちょっと使ってみようかなって感じですけどもね。でリピーティングライフルですよね。エレクトロショットというのが追加されております。これはリロードした後最初の弾が電気ショックの弾みたいな感じになっていて、まあ特殊ゾンビ限定みたいなんだけど、だリロードしてその特殊ゾンビバーンって撃てば特殊ゾンビをしびれさせることができるということになると思います。でショットガンみたいなリロードをしているのでそんなにリロード時間かかるわけじゃないので、まあ、特殊ゾンビ来たらリロードしてバーンって撃てば、まあ、ジャガーノートですよね。特にジャガーノートとかブルが来た時にリロードしてバーンって撃てばしびれさせることができるということになると思います。でその隙に回り込んでブルだったら後ろからやっつけるとかそういうことができるってことでね、まあ、援護射撃するのにすごくいいかなって気がするんだけど、ただアンロックするのにフェニックス2面のチャプターのドキュメントを全部集めないといけないよということなので、まあ、チャレンジにいっぱい出てこうねってことだよね。私もレベル上げ終わったらチャレンジ出てこうかな、ドキュメント集めしようかなって感じなのでね、まあ、よかったらライブ配信で参加型とかやってるので皆さん一緒にね集めたりレベル上げとかしたりしましょうという話ですよね。で個人的に気になったのは SMG かな。 SMG にプレイグドクターというのが入っていて、これ何かというと、まあ、攻撃力が 30% アップすると 15秒間だね、15秒間攻撃力が上がると。でヘルスブーストかけた時ということなので、メディックでねヘルスブーストかけて SMG 最初から持っていけるので、ヘルスブーストかかったら攻撃力が上がるということになると思います。自分の攻撃力も多分上がるのでどうしようかなって感じでね、この火がつく弾が撃てるってやつがすごく使いやすくて使ってるんだけど、火での攻撃力を頼りに使うのか、それともこの普段の攻撃力ブーストかけた時に攻撃力が上がる、味方の攻撃力上げられるっていうのはでかいかもしれないですね。15秒間って結構長いので、味方にブーストかけたらその味方が攻撃力上がって、全員攻撃力上げてバーって撃ったらすごい攻撃力になるかなとは思うんだけれども、まあ自分に打ってもいいかなって感じだね。自分に打った時にマスキングがかかって攻撃力が上がってドカガガガって打てるということだと思います。でもこれもフェニックス新マップのチャプター1のドキュメント全部集めないといけないということになるので、まあドキュメント集めやりたいなって感じですよね。これはでも新パーク試してみたいなというところです。私メディックが本業といえば本業なのでメディックでこれ試してみたいなって感じだよね。まあそんな感じとなっております。皆さんはねどう思いましたか？よかったらコメント欄でご意見を聞かせください。ワールドウォー Z についてねもっと詳しく知りたいという方は動画たくさん上げておりますので、よかったらね概要欄のリンクとかこの後出てくる動画とかねクリックしてみてください。あとは月曜日と水曜日いつも言ってるんだけど参加型で夜配信とかワールドウォー Z の配信とかたくさんやっておりますので、もし興味のある方はねぜひ覗いてみてやってください。